皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、アミアカルバ56センチ、こちらがですねヒレがボロボロになってますね。でこのボロボロの正体は一体誰が攻撃しているのかというところでですね、ずっと見てましたら、最初はですねアロワナとかネオケラが攻撃しているのかなと思ったんですが、結局このゴビーだったんですね。マレーゴビーがですねかなりの勢いでつついてたということが分かりまして、急遽ですね私マサとそれからTさん手伝ってくださってましてですね、そしてこのマレーゴビーをですね反対側にあるシルバーアロワナの方に移動させようということで、急遽ですねこんな仕事帰りでネクタイ姿からですね水に手を突っ込むという流れになってしまいました。そしてありがたいことにですねマニアの T さんもですね手伝ってくれまして、まあそこから先ほとんど T さんがやってくれたんですけれども、まあちょっと私はこんな感じでですねちょっとやってみようということ。ところがこのビニールがですねなかなかこの下に行かないんですよね。まあショップの方なんかうまくやるんですけど、私なんかはあんまり慣れてないもんですから、まあ、ちょっとこんな感じでですね手こずっておりますのでね、見るに見かねて T さんが手伝ってくれます。それでは行きます。なんか最近魚の移動を結構頻繁にやってる気がするんですけれども、私にとってはあんまり自分自身でやってないっていう、ね、現状がありまして、難しいですよね本当に。でついこの前ですねうちのバラマンディをちょっとサイズ的に水槽の中に合わなくなってしまったので、この T さんに差し上げようと思ってすくったらですね、そのまんまなんかこうショック状態が続いてひっくり返ったまま戻らないんですね。でそこからもう1ヶ月ひっくり返ったままだっていう話で、まあ、そういうショックもあるのかなと思って、魚の移動はもう本当に慎重にやりたいなと思って、あんまりですね網ですくわない方がいいのかなっていうのを最近思ってますね。なので追い込んでビニールにそっと入れるというのが一番いいのかなと思いますね。でところがですね刺激をあんまりしないようにすると捕まんないんですよね、これがまた。でマレーゴビーなんてあんまり敏捷な魚に見えないんですけども、こういう時やっぱりなかなか捕まらないんですよね。網ですくえばマレーゴビーは比較的簡単だと思うんですが、まあ、そういう理由であんまりですね比較的大きくなった魚を網ですくうのはちょっと怖いなというところで慎重にやってますね。なんとか移動が完了しましたね。水合わせをしないで入れてますけれども、これは皆さん真似しないでください。こちらの水槽全部水つながってますので、同じ、まあ、水槽によって若干水質の差はあるにしても、ほぼ同じ温度同じ水質という形で回転してますので、まあ、そういう意味では楽なんですね。まあ、このサイズ水合わせしたりするとまた時間もすごくかかりますし、いろいろ大変ですけども、なんとか無事にですね移動ができました。まあ、このあとこのマレーゴビーがうまくですねこのシルバーアロワナ軍団とですねやっていただけたいけたらいいなというふうに思うんですけれども、まあ、魚の混泳は常に問題がつきもので、まあ、ここが解決したらまた違うバランスが崩れるということもありますんで、まあ、そういうものをですね日々アップしていきたいと思います。アクアハウスチャンネルでは、まあ、魚だけじゃなくて両生類爬虫類、まあ、最近ではトカゲ系の繁殖なんかもやってますので、まあ、ぜひですね参考になることがあったらというふうに思っております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。お疲れ様でした。